さあ本日セット2ワンオンワン、今回トルネードそしてポイズンがバンされていることでクローン戦術も気をつけないといけませんね。ゴレクローンの可能性も十分考えられます、はい、ザップからロイヤルゴーストです。アイスゴーレム、おっこれはアイスゴーレムから何が見えるか、願わくば少しこうクロスボーンを見てみたいものです。そうですね、ファイアーボールでロイヤルゴーストの一発入りますね。うまくノックバックをしながら、一発入れてきました。エレウィズにエレウィズ、どういったデッキが予測されますかね。そうですね、アイスゴーレム、さあディガープラスの何でしょう、ちょっとまだ読めないですね。ここのディガーの位置は、まあ、トルネード警戒しなくていいので内側に入れていきました。プリンスの突進にははいベビードラゴンを加えて後ろからミニペッカアイスゴーレム受けです。マオン GP 選手はおそらく、ジャイアントみたいなタンク型が出てくると思うんですけれども、 X ボーマスター選手のデッキはちょっとまだ見えません。ジャイアントロイヤルゴースト、右サイドバルーン、左サイド無視でディガーバルーン、エレクトロウィザード、エレウィズ読みのディガーだったんですかね。そうですね、ここは防衛ニットが来るだろうというところで、呼んでいったんですが、ただここキングタワーかなりダメージ受けますので、はい、ここで防衛コストをさらに使ってちょっと、ツボマスター選手押されてますかね。ミニペッカで返していきます。まあ、今回マオン GP 選手の対空ユニットっていうのが、かなり限られていて、はい、ベビドラそして、エレクトロウィザードしかいないので、この2枚がなくなったタイミングで、バルーンを飛ばしていきたい、そういう、戦い方をしています。無視ですね、このダメージ無視します。右サイドロイヤルコストジャイアントの形、防衛のディガーを放っているんですが、左サイドアイスゴーレムバルーンでどこまで削れるか、ファイヤーボールでのけぶらせながら一発で済ませました。一方右サイドミニペッカーを加えて防衛成功。さあただここ右の500がまだ呪文では削れないと思いますので、ここ呪文削りしていきましたね。ファイヤーボールとミニペッカーでプリンスの対応です。さあここ右無視できないですよ。ジャイアントプリンスエレクトロウィザードで一応ザップロ効果で止めていきます。ミニペッカーを加えて防衛です。ディガーにはエレクトロウィザードを放って、ディガーのダメージ一発は入り、ファイアーボール圏内、ファイボ圏内、しかも対空のここベビードラゴンも使わせたので、次のバルーンがチャンスです。ここまでは X ボーマスター選手素晴らしいプラン、一方のマンオン GP 選手ロイヤルゴーストのベビードラゴンの形を作っていきます。ここで防衛させて、次対空ユニットを回していきたい気持ちがあるマンオン GP 選手ですが、さあバルーン来ましたね。そしてアイスゴーレムバルーンの形、ファイアーボールで今回はキングタワーに寄せつけます。ここのターゲットがすごいですね。ただディガーのダメージ2発が入ります。ベビードラゴンジャイアントの形も作ることができる、ジャイアントです。ベビードラジャイアントにはメガガーゴイルミニペッカ、ジャイアント一発のパンチは与えたくない、ただ一発で済ませました。左サイドロイヤルゴースト、さらにここ左にもかなりコストを使った形になりますので、中央から来ますかね。マオン GP 選手かなりここは、攻めに出ましたが大ダメージにはつながっていきません。左サイドエレクトロウィザードが出てきます。ベビードラゴンの登場、ここまだあのエレクトロウィザードもマモン GP 選手回ってきているので、なかなかバルーン組み立てれないですね。一回守ることを選択します。ミニペッカアイスゴーレムで防衛していきます。バルーン左側登場、素出しのファイヤーボールでは止めたくない、エレクトロウィザードとディガーで攻撃を仕掛けていきます。一方右サイドプリンスの突進ダメージを阻止、左サイドディガーを加えて残り482、一歩も譲りません。ここ爆破ダメージプラスのディガーでもう、削り切れる範囲なので、さあアイスゴーレム、そしてバルーンの方が速いのか、バルーンの方が速い、バルーンが到着。それにはマンオン GP 選手も相手に拍手を送ります。このエリックスの読みですよ。いやー、うまいですね。もう本当に途中あそこの最後のところも全体をこう加味した上での、はい、こう左右に振っていく攻撃がさすがでした。フラロワのね、公式のエピソードでもありましたけれども、はい、全選手が一番戦いたくないのがこの X ボーマスター選手と何が出てくるかわからない怖さがありますからね。それではデッキ変更タイム終了です。
本当にね、何が出てくるかわからないクラロワ玉手箱の子ですからね。もう何出てくるか、もう我々が4つのカードを指定しても、はい、そのままね8つのカードを使ってどん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 こう勝ち進んでいくんじゃないかぐらいの、そうですね、全てのデッキを使いこなすことができます。この発想力にもこの後期待が持てます。それでは続いての試合見ていきましょう。いきますよ、クラッシュロワイヤル。さあ X4 マスター選手、続いては何が出てくるか。まずはヤリゴブリンのスタート、工場バーバリアンです。今回はマオン GP 選手発撃砲ですかね。対する、おっと、ファイヤーボール、ファイヤーボール、これは大きい。ロイホグでカウンター、ゴブリン逆、これはアドバンテージ、 X4 マスター選手が握ります。そうですね、さらに今のやっぱり工場バブリンの突撃と、そしてザッピー処理のファイヤーボールもダメージ入っていますので、かなり大きいダメージです。マオン GP 選手はここでロイホグ採用でした。そうですね、ザッピーロイホグ、ちょっと見ない形の、今までの主流とは違った、細かいユニットがたくさん入っているロイホグですね。ヤリゴブリンです。オーブンと工場バーバリアなんですね。そうですね、そしてホバリング、ホバリング最近旬なホバリング砲、ホバリングの長射程を生かしながら、いやこういったね射程でインフェルノドラゴンを溶かすことができるのが強み。そうですね、ここにはザップは打ちません。そのタワーで削らせます。圧倒的アドバンテージ。こうなると X5 マスター選手選択肢としては、相手のこのロイフグをうまく守りながら 1-0 で勝負を終わらせていくような。メガナイト来ました、メガナイトの登場。ヘッカー、これはマンオン GP 選手も少し苦しいという表情を見せました。そうですね、相性的にはこの、ペッカは非常に、メガナイトに対しても強いですので、こうなるとメガナイトも通らないし、さらにロイホグもうまく処理されてしまうといったところで、この GP 選手としては、かなりこの1本が遠いです。 X4 マスター選手はそしてミスがない、甘えを見せないのがこの強みでもあります。そうですね、ここでファイヤーボールを、このオーブに当てると、さあ三重子、三重子ペッカ、ペッカ三重子、さらにはファイボー、そうですね、さらにファイボーが枯渇させるような、ホバリング砲も入ってますので、こうなるともう圧倒的ファイボー枯渇です。そして右サイド工場バーバリアン、マスケットでインフェルノドラゴンを溶かしつつ、ここ左ヤリゴブリン、いやこれ左サイドどうする、ペッカでいきますね、綺麗な防衛。そして右サイドにもプレッシャー、ファイヤーボールを使わせて、さらにゴブリン、ギャングですね、ギャングで攻撃を仕掛けたところザップを処理させます。ここでファイブを使わせることによって次のオーブンが処理できなくなるので、ロイホグを飛ばされてもこのオーブンが守ってくれるという盤石です。 100% で勝とうという思いですよね。そうですね、甘えは見せません。30点回、さあここからはもうファイアボールを使いながら左のタワー削っていく、作戦取ると思います。ファイアボールを使うならホバリングが登場できる、そしてザッピーが出ればファイアボールが打てる。さあさらにここ左メガナイトで防衛しました、ね、こうなるとここはどうだ、ゴブリンギャング受け、ただロイホグヤリゴブリンには防衛が苦しくなってきた。なんとマモ GP 選手このまま行くのか、ロイホグ4体残る、ヤリゴブリンもいる、なんとなんとファイヤーボールを使わせてマモ GP 選手逆転なるか、ゴブリンギャングのカウンターファイヤーボールでフィニッシュ。なんとこの中でもマモ GP 選手逆転、今の状況から逆転っていうのはありえるんですね、本当に最後の最後までわからないでマンオン GP 選手を防衛していたと。そうですね、ただそこもやっぱり難しくて、守って防戦一方だとどんどんダメージはやっぱ取られてしまいますので、あそこの判断はどちらが正しいっていうのはやっぱり難しいです。それではデッキ変更タイム終了となりました。ブレイン e スポーツ、これを取ればなんとリーチ、そしてマンオン GP 選手が勝てば次はトレーナー兼選手にバトンタッチとなっていきます。それでは試合の準備が整いました。いきますよ、クラッシュロワイヤル。
1-1 で迎えたこのゲーム3。ゴブリンバレル、引きはゴブリンで対処。オグライダー、吹き矢ゴブリンの形を作っていきます。ここにはプリンス、ギャング。どうぞさん、今回のデッキは。そうですね、XBOマスター選手は、ね、プリンス入りの枯渇デッキと言われる、いわゆるこの相手のザップだったりローリングッドを、まあ、使わせてそこからダメージを稼いでいくようなデッキです。アイスピも完璧。いや、そして吹き矢ゴブリンが後ろからダメージを与えていきます。ここは XBOマスター選手うまいですね。あの3コストの吹き矢ゴブリンがかなり防衛でも働く、そしてターンにもダメージを与えていきました。ここは無視の判断。はい、さあそしてマンオン GP 選手が使っているデッキ、これまた珍しいんですが、フォグライダーデッキに、まあ、重量級対策のインフェルノドラゴンも組み合わせています。アウトローです。結構このマンオン GP 選手、今日の戦いのデッキを見ていると、こういったアウトローだったり、ギャングだったり、結構こう細かい系の、ユニットを使っている印象ですね。一方 XBOマスター選手もアウトローを両サイドに展開、ゴブリン、ギャング、ローリングッドで防衛していきます。ザップを打ちながらホグライダーを通していきます。2発入りました。いや、今のザップも非常にうまいです。一方こちらアウトローボーイ、アウトローガール、1体とゴブリンのバレルが大きなダメージにつながります。アイスピ受け、うますぎる、うますぎます。ここもダメージノーダメですね。ただマンオン GP 選手も相手がローリングと使わせた後に、はい、大ダメージを狙っていけるような、打点の高いカードもたくさん入ってますので、そういったところで最後のギャロロケットでアウトローを潰していきます。ダメージを稼ぎました。左サイドホグライダーが飛んでくる。さあここかなりマンオン GP 選手コストをかけてダメージを与えていったんですが、そしてここにはフキアゴブリン抑えていきますね。おっと、これで214、114まで削りました。呪文圏内もしくはローリングッド2発で削り切れます。左サイドアイスゴーレム、おお、ここはロケットで防衛。このロケット防衛も非常に、有効で、やっぱりこうたまにこれを挟むことによって相手の呪文の先打ちっていうのができなくなりますね。絶望のバレル、どうしようもない。そして左サイドは防衛か。アイスゴーレム、ホグライダー、そこにはアイススピード、吹き矢ゴブリンで防衛、ロケットで防衛。XBOマスター選手、さすがの違いでした。これでセットカード1対1。さあ、トズルさん、はい、相変わらずこの。